競馬を彩る欠かせない存在、誘導馬。レースに出る馬たちをコースに誘導するのはもちろん、キャリアの浅い馬や興奮した馬をリードする役割も担っています。川崎競馬場の誘導馬は華やかなコスプレでもおなじみ。そんな誘導馬の普段の暮らし、皆さんは知っていますか？今回はちょっと覗き見しちゃいます。リポートしてくれるのはこの方。皆さんこんにちは、声優の高月遥です。見てください、この大自然、やばい、眩しい。はい、今日はですね、この緑豊かな大自然の中にある乗馬クラブさんにお邪魔しました。誘導馬が普段暮らしているのは神奈川県秦野市にある秦野国際乗馬クラブ。富士山も一望できるとっても自然豊かな場所です。ここでですね、川崎競馬場で誘導馬たちが暮らしていると聞いて訪れております。はるるん、あれ、マイレナ先輩どこから？今日ははるるんに誘導馬の謎を解き明かしてもらいます。リポートしながら答えを探ってね。わかりました。まずは川崎競馬場がお休みの時、誘導馬が何をしているか調べてね。確かに川崎競馬場がお休みの時って誘導馬って何してるんだろう。え、休憩してんのかな、遊んでんのかな。いや、遊んでるわけはないか。あ、訓練。とりあえずここの方に聞いてみて、いろいろ教えていただきたいと思います。はるるんがお話を聞きに向かったのはこちらの場長でトレーナーの小泉さん。少々お話をお伺いしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、今こちらでは何をされているんですか？今川崎競馬場で使っている馬たちのトレーニングをしてます。はい、まさにトレーニングを、うん、ちなみにこの誘導馬たちは訓練というのはどういった訓練をされてるんですか？馬場馬術の訓練、それと障害の訓練っていう状態、うん、はい、馬によってなんですけれども、馬が障害を飛ぶのが好きとか、嫌いとかっていう状態があるんで、馬場のトレーニングをして、で状態的に障害ができる状態であれば障害のトレーニングもしてっていう状態で、現役時代は速く走るためのトレーニングを積んでいる競走馬たち。決して走ってはいけない誘導馬のお仕事をこなすには全く違う訓練が必要になるんです。競走馬が誘導馬になるためにはどういう訓練をしていたりするんですか？訓練としては、はい、子供をあやすようにっていう状態で、馬にまずまたがるところから慣らしていく状態、競走馬の場合には、一人足を持ち上げて乗せるっていう状態でやってますけれども、乗馬の場合には足をかけて乗るっていう状態になるんで、馬もちょっとびっくりしたりすることもあるんで、それからまず慣らしながら、で、あとはゆっくり歩けるように、落ち着いて歩けるようにっていうトレーニングをしていって、徐々に慣れていく状態が多いですね。ちょっとずつの過程を踏みながら、そうですね。でもそうですよね、馬もいきなり今までのこう人間のまたぎ方が違うみたいな、そうですね、それから始まりますからね。でもそれもだいたい半年から1年くらいかけて、そうですね、はい、ゆっくり慣らす、はい、誘導馬になっていくということですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、最後なんですけど、はい、誘導馬のここに注目してほしいっていうポイントなどございましたら教えていただきたいです。うちの場合には、はい、季節によって衣装が変わってたりするんで、その衣装を皆さん楽しんでいただければと思います。はい、ありがとう。これから12月になるとクリスマスの時期になりますんで、サンタクロースとかっていう状態、はい、でも馬は嫌がったりはないんですか？それはほとんどないですね。普段生活している中でも、
馬着って言って、うん、暖かくなるように、はい、着せ物をしてますんで、うんうんうん、だから衣装の状態っていうのもそんなに違和感は感じてないはず。はい、すごい、ありがとうございます、はい、ではこれからの川崎競馬の開催ごと の, 誘導馬の衣装にも皆さんぜひぜひ注目していただけたらと思います。本日は貴重なお時間、はい、そしてお話をありがとうございました。ありがとうございました。城長さんから貴重なお話を聞くことができたハルルン、今度は実際に川崎競馬場で誘導馬に騎乗し障害馬術の大会にも出ている増田美久さんにお話を伺います。お疲れ様でした。お疲れ様です。今からちょっとお話をお伺いさせていただきます。はい、お願いします。お願いいたします。今乗っていた馬は、はい、名前は何なんですか？あの馬はワットロン君っていう馬なんですけれども、ワットロン君、君までが名前なんです。あ、実は君までが。そうです。なるほど、じゃあワットロン君君ですね。そうなんです、実はそうなんですけどみんなロン君って呼んでるんですけど、うんうん、実はワットロン君までが名前なんです。じゃあちょっと呼び捨てになっちゃうんですけどワットロン君って呼んでもいいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。増田さんは、はい、ワットロン君に乗ってどれぐらいになるんですか？あの馬に乗っては3年ぐらいですかね。あ、そうなんですね。あの馬来たのが3年前くらいなので、うん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 、今で3年ぐらい経ったぐらいですかね。なるほど、はい、じゃあ誘導馬を乗るようになってからはもっと長いっていうことですか？そうですね、はい、だいたいどれぐらい？誘導馬乗り始めたのは、はい、今で9年目くらいですね。9年目、はい9年目はもうベテランになるんですか？一応ベテランですかね。はい、なるほど。ちなみになんですけど、はい、ワットロン君は、普段はどんな相棒ですか？あの子はわりかしこう、はい、何でも教えたものはすぐに覚えてくれる賢い馬ですね。例えばどんなことを教えたり？もともと競走馬だったのを、うん、はい、乗用馬、うん、お客さんが乗れる馬にするのにおとなしくなるように走っちゃダメだよをまず教えます。あそうですね、いかに落ち着くか。そうです、そうです。あ、お客さんが乗れるレベルの運動をしてできるように落ち着く状態を教えていきますね。ワットロン君はですね、はい、なんか個性的な癖とかあったりしますか？実はあるんですよ。 あるんですね、はい、あの子は暇なタイミングがあると、はい、ご飯の桶があるんですけど入れ物、はい、うんうんうん、それにお尻をこうトン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 こうトントンします。え、後ろ向いてってことですか？お尻をなんかこう貝餌桶、はい、にこうやってトントンこすってます。リズムよくこうやってやります。それはもう小さい時からどうなんですかね。気づいたらやってるのを発見して、あ、この子の癖なんだなって思いました。落ち着くんですかね。なんですかね。なるほど。でも楽しそうではあるってことですか？単に癖なので楽しいのかはわからないんですけど。なるほど。じゃあもしかしたら今日も見れるかもしれませんね。そうですね。ちょっと後で確認してみたいと思います。はい、増田さんはその、はい、ワットロン君と一緒に過ごすことが多いんですか？そうですね、うん、基本的にあの相棒、私の担当馬としてやらせていただいてますね。なるほど。じゃあ競技とかにも出たり？そうですね。今までもしよろしければ実績とかなんか大会、あの子は障害馬術飛ぶ、はい、さっき飛んでたんですけど、 はい、あそこの今やってたやつの試合で80センチクラスは優勝したことあります。すごーい。ワットロン君、誘導馬として活躍するワットロン君と増田さん、障害馬術大会で優勝の経験もあるコンビなんです。80センチ、あの高さ、そうですね、バーの高さが80センチクラスで優勝してます。この、ね、ワットロン君とかはもともと競走馬だったと思うんですけど、はいはい、その今はこう誘導馬になって、はいはい、でも誘導馬として川崎競馬場に行くじゃないですか、はいはい、その川崎競馬場に行った時とこうやって乗馬クラブに帰ってきた時だとやっぱりちょっとなんか
なんだろう、気持ちの面で変わってたりするんですか？やっぱりここはあの子たちのお家なので、うんうん、ここにいるときはやっぱりのんびり暮らしているというか、レッスン自体も落ち着いてやってる状態なんですけど、うんうん、もともと競走馬ということもあって、うん、でもともと走ってた川崎競馬場なの で、 そうですよ、ね、帰っちゃうとやっぱり戻っちゃうというか、うん、テンションがスイッチというか、ここ走るところ だろうみたいな、なるほど走ればいいんだよねみたいな感じでちょっとテンションが戻ったりはする状態はありますね。なるほど、そういうところも垣間見れちゃ う、 そうです、ね、部分があるんですねでもそこをやっぱり誘導馬として訓練をされていってるので、もう本番ではゆっくり、うん、立派にこなしてくれてますねなるほど、ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、ワトロン君の誘導馬姿ぜひ川崎競馬場で見てください。はるるん、誘導馬たちのお休みの暮らし分かりましたか？わかりました。誘導馬たちはですね、この自然豊かな、もう緑豊かなところでですね、ストレス発散をしたり、あとはですね、誘導馬の訓練とか、あと乗馬のね、大会とかの訓練をしたりして、もう一生懸命頑張っております。素晴らしい。ではその調子で次の動画では誘導馬のお世話を体験してみましょう。お世話、私していいんですか？大丈夫かな？ちょっと、あ、洗ってきました、いろいろ。どこ頑張るぞオフの日の誘導馬の暮らし、お分かりいただけたでしょうか？次の動画では、ハルルンがお世話を体験して、誘導馬のあんな顔やこんな顔、皆さんにお見せします。お楽しみに。ナレーションは、前れなこと前田れなでした。あれ、何でしたっけ？ご視聴ありがとうございました。川崎競馬の公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録、そしてグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。お願いねー。